どうもニトです。今回ですね、先ほど放送のあったラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、こちらの12話の感想について、もうこちらがね、もう神回すぎた、あまりに良すぎたということで話していきたいと思います。で、まあ、今回はネタバレかなりがっつり ありで話していくので、まあ見てない方はぜひですね、あの12話見てから、あの神回を堪能してからこの感想動画見ていただけたらなと思います。まあ、とりあえずね、神回だったということはネタバレなしで伝えておきます。でまずですね、まあ、今回の12話っていうのは、まあ、前回のね11話がもう凄まじくて、まあ、その続きってとこだったんですけれども、まあ、前回ですね11話あのまさかのあゆみちゃんとゆうちゃんのガチ列展開ね、ガチのゆり展開みたいなのが来てて、まあ、ね、足立と島村で毎回見てるようなところですね、まあ、それのさらに一歩踏み込んだところやってて、まあこれはね正直賛否両論あったかなと、まあ僕は好きだったんですけれども、まあ、正直賛否両論あったかなとは思うんですけれどもね、うん、まあ、そっからの今回ということで、まあ、前回はもうすごいそのあゆむちゃんの愛の重い感じ、まあこれまでその伏線とか貼ってとして貼ってきたものを一気に回収するところを11話でやってて、まあ、表現の仕方とかもすごくて、まあ、あの足をね挟み込んでるところですとか、まあ、携帯を重ね合わせるところなんかの表現とかもすごかったなと思うんですけれども、そっからのね、あの今回でまさかあのこういう形で乗り越えてくるとは、まあ、重い展開から、今回こんなにうまくまとめ上げてくるとは本当思ってなかったので、素晴らしかったなと。やっぱ前回賛否両論あったとしても、今回の12話見た方はもう皆さん神回、満場一致でも素晴らしかった。って思ったんじゃないでしょうかね。もうそれぐらいも素晴らしい出来でしたし、僕自身も正直泣きましたね。うん、いや本当に良かったなと思いましたね。うん、まあ、特にあれですね、最後の、まあ、あゆみちゃんの新曲ですよね、ライブシーンの部分で、あの1話の時と同じような構図で、あのライブ、まあ、あゆみちゃんが新曲歌う部分があるんですけどもね、あのそこのやっぱあの表情のあゆみちゃんの晴れやかな感じですとか、あの歌詞とかもう本当良かったですよね。あのライブシーンの部分で泣いたって方もすごい多いと思うんですけれども、いやあのとこはすごい良かったですね。まあ、結果的に今回ですね、あのあゆみちゃんとゆうちゃんっていうのはなんかお互いを認め合って尊重し合ってそれぞれの道へ進んでいくっていう、まあ覚悟決意なんかをしたわけで、まあ、あゆみちゃんはですね、まあ、ゆうちゃんためだけに頑張る、ゆうちゃんためにスクールアイドルをやるってところから、みんなのためにスクールアイドルでいようという決意をしまして、またゆうちゃんはですね、まあ、音楽家に2年から転科しようと思うような話をしてましたよね。うん。まあ、でもそうやって違う道に行ってもずっと仲良しだよと、あの、思いは変わらないよっていうところを伝え合っていて、いやもう本当ですね、素晴らしいまとめ方。非常に良い12話だったなと思いますね。うん。でも、まあ、今は全体の総評みたいな形なんですけども、ここからですね、今回の話を冒頭から振り返っていこうと思います。まずですね、最初はあの前回ね11番のあの展開のことは何もなかったんですかみたいな感じのあゆむちゃん態度ですよね。いやもうあれが怖すぎて、いやあゆむやべえぞと、もういやなりましたね。もうでも皆さんなったと思うんですけど、あれあんなことあったのにこんなに普通でいいんですかみたいな、うん、とこですよね。もうしかも腕までこう組みに行っちゃってね、おおと思って、いやもう今回いつもこうオープニングの虹色パッションを絶賛してて、毎回もう泣きながら見てるんですけども、もう今回ばかり平常心で見れなかったですね。おお歩なんだなんだっていうところ で、うん、でその後ですね、かすみんがもうバカ可愛い、いやこれ僕かすみん推しなんで余計ですけど、でもかすみん推しなくてもめっちゃ可愛かったですよね。もうあの和ます役というか、もうネタキャラっちゃネタキャラなんですけども、なんか本当にうまく和ませてくれるところ、うん、良かったですし、なんか変にネタキャラとして終わらずに、結果的にかすみんにもサポーターがいましたっていう指名で終わってて、まあ、その辺のオチとかもすごい良かったかなと、うん、まあ、正直ここでかなりね、まあなんか序盤の大丈夫かっていう気持ちをかなり持ち直したかなって気はしたんですけれども、うん、でその後ですね、まあなんか他みんなすごい順調にいってるけど、あゆむちゃんだったりゆうちゃんはやっぱこの前のそのこともあって、あのなんかどっか上の空みたいなうまくいかないみたいな展開になっていて、まあ、ここでのね刹那ちゃんですよね。あの、あゆめちゃんだったり、ゆうちゃんにあの声をかけていくところ、あの、気にかけて声をかけていくところですよね。ここの気遣いだったり、視野の広さっていうのはもうほんと素晴らしいなと、うん。まあ、せつなちゃんは別に推してるというわけではないですけれども、まあ、すごい好きなんですけれどもね。いや、もうほんと推しになってしまうぐらいの魅力がありましたよね、彼女には。うん。最高にかっこよかったですね。めちゃくちゃの、なんかリーダーというか、まあ、スクールアイドルの中で、その全体をしっかり見てるなっていうのはほんとわかる回でしたよね。うん。あの、あゆむちゃんとですね、なんかあの、自分の道に進みないところでグータッチをクッてかまして、やるとことかもすごい良かったなと、うん、もう、魅力を存分に出してくれてたなと思いましたね。うん。そして、まあ、決意を新たにして、みんなのためのスクールアイドルでいいよと、まあ、決意したあゆむちゃん。
が、まあ、ゆうちゃんのところに向かったわけなんですけれども、なんとね、そこでゆうちゃんたちが、あゆむちゃんの様子、なんかまあ、まあ、サポーターのことかもですよね。まあ、あゆむちゃんの様子を心配して、なんかステージを作ったんですよ、ライブ用の。いや、これも素晴らしかったですよね。うん、そして、渡したあの花のですね、花言葉ですよね。うん、変わらぬ思いというところで、うん、あゆむを思う気持ち、私、ゆうちゃんがあゆむを持っている気持ちは変わんないんだよ、と。いや、これを伝えてくるところですよね。うん、素晴らしかったなと思いましたね。うん、でからのですね、あゆむちゃんとゆうちゃんのゆりムーブメント。いやー、これ発狂ですね。もういやー、ゆり好きの方も、ゆり好きじゃなかったらちょっと厳しい感かもしれないんですけれども、まあ、ゆり好きな方、まだしまとか好きな方だったらもうめちゃくちゃ良かったんじゃないでしょうかね。いやー、もうめっちゃめちゃついてましたね。すごかったなと思いました。こういうのも僕すごい好きで、なんか最後のゆうちゃんの言ってたバラバラだけど思えば一つみたいなところも、まあ、素晴らしかったなと、うん、思いましたね。そしてまあお互いにありがとうっていうのを言い合って、まあ、1話と同じ場所で、まあ、あゆむの新曲、まあ、先ほど冒頭でも言ったんですけども、新曲が来ましてね、まあ、ここがやっぱ一番良かったですよね。うん、この歌詞だったり、ほんと晴れやかな表情ですよね。まあ、ゆうちゃんとこう、お互いに頑張ろうって言い合って、ありがとうって言い合って、うん、まあ、そこでなんかもう、全部こう、晴れやかになった気持ちをほんと全部表してるような、うん、みんなのために今回、これから頑張っていこう。まあ、それでもゆうちゃんとはずっと仲良しだよ、みたいなところを伝え合うような、あの歌ってのは素晴らしかったなと、もう最高に良かったなと思いましたね。うん。もうあゆむちゃん大好き。前回ね、結構11話見て、おお、あゆむちゃん怖いなって、結構引き気味だったんですけれども、あ、いや、今回大好きになりましたよ。ポムちゃん最高っすね、と思いました。うん。まあ、霞推しではありつつも、いや、あゆみちゃんもすごい好きなキャラ、今、せつなちゃんもですけど、すごい好きなキャラになりましたね。うん。最後の C パートの、ゆうちゃんの、ね、ピアノの歌作ってみて、って、もう、こんなすぐ上達するんかいみたいなのがありましたけど、あそこで号泣ですよね。もう涙こられなかったな。いや、本当によかったなと思いましたね。うん。まあ、次回ですね、いよいよ最終回。いや、虹ヶ崎もう終わっちまわなかった気もしますけどね。まあ、非常に楽しみ。まあ、寂しい気持ちもありつつ楽しみなんですけれども、まあ、ぜひね、みんなで歌うパートとかが、ソロパートだけじゃなくてみんなで歌うパート、まあ、オープニングみたいな感じですよね。虹色パッションみたいに。あんな感じでみんなで歌うパートが来てくれたら確実に号泣ですし、まあ、より最高だなというふうに思ってますし、まあ、ゆうちゃんのまあ、ピアノの、まあ、歌作ったところのあれがね、うまく振りになって、次回の最後のその歌とかに使われると一番いいのかなと思いますね。うん。それにしてもですね、あと1話で終わるのか終われるのかっていう気はしますよね。正直、まとめきれないだろうっていうところあるし、ぜひ続いてほしいっていうのもあるので、まあ、ゆうちゃんの音楽家への転換、2年生編みたいなちょっとありそうなフラグもちょっと出してくれてたので、まあ、ぜひですね、に聞きてくれたらなと思いますね。いや、ほんと今期ね、ラブライブ見てよかった。もうこれまで実は1期2期とか、ラブライブとかラブライブサンシャインで見てこなかったんですけど、今回初めて見てるんですけども、虹ヶ崎学園をですね、いやー、もうほんと素晴らしいですね。ぜひに来てほしいなと思います。うん。もうほんとね、神回で、ありがとうございました。という感じですね。今回の動画は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。で、私のチャンネルはですね、まあ、普段まあこうやってラブライブの感想、アニメの感想ですとか、まあ、基本漫画だったアニメの話してますので、ぜひですね、チャンネル登録やったり高評価、これを気にしていただけると非常に嬉しいです。では本当ですね、ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。